急速冷凍冷却装置を作ってます。生と変わらない。だから食べた人がこれが冷凍だっていうのが分からない冷凍ができるのが 3D 冷凍。山口県下関市にある古賀産業株式会社、最新の急速冷凍装置を作っています。一般的な方法で熱交換したマイナス40度の冷気に対して、弊社の 3D 冷凍というのは 10% ぐらい相対湿度が高い。これによって食品が乾燥しない。秘密は特殊な内部構造。従来の冷凍装置は一方向から冷気が吹き出すのですが、その高湿度冷気を食品に対してですね、全方位からまんべんなく均一に当てると、乱流を起こすような仕組みになってますんで、解凍した時はこれは冷凍品かと見分けがつかないというような冷凍ができると。もう一つ大切なのは、いかに細胞を壊さずに凍らせるか。冷凍する時っていうのは0度からマイナス5度をいかに早く通過させるか、ここにかかってるわけなんですけど、ただそこで細胞の凍り方が 3D 冷凍の場合は均一化されるんで、他の冷凍とは全く違うと。開発のきっかけは、ケーキを凍らせるときに飾りが壊れないようにしてほしいというオーダー。冷気が直接当たらないようにすると、その副産物の方がはるかに大きくて超高品質冷凍ができたり、食品に対していいことずくめのフリーザーができた。この画期的な冷凍装置には様々な食品業界が注目しています。計画生産ができる、食材も市場が安いときに買うことができる。肉、魚、惣菜、お菓子、どんどんリーズナブルになると思います。それもタイムリーに食べれるもの。さらに海外特許も取得。山口から世界へ、最新冷凍技術が食卓を変えます。世の中 3D 冷凍が本当に普及すれば、家庭でも美味しい冷凍食品を皆さんどんどん召し上がっていただけるんじゃないかなというふうに思います。美味しいなっていうふうな冷凍食品に出会ったら、まず 3D 冷凍であって食べてください。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。